さあ、M プロ時間がやってまいりました。本日1473番目でございます。さあさあ、問題と選択肢はすでに書いておりますので、店いつも通り頑張って10秒でよろしくお願いいたします。ではどうぞ。いけますでしょうか。さあさあ、空所の左側、右側、そして選択肢を眺めるとですね、おそらく皆さん空所の左側のこのクイッとで反応できるんじゃないかなという感じがいたします。で、皆さんちょっとここまで左下書いてみましたが、皆さんクイッと言われたらですね、皆さんこれと同じでしたよね。ストップということです。ですから皆さんちょっと思い出していただきたいんですが、ストップの後ろの形、皆さんこれ以前からお伝えはしているんですが、皆さんこれでよかったですよね。ing ということです。ですから、皆さん、マインドの後ろは ing とか、エンジョイの後ろは ing とか、いわゆる、メガフェップスというところで覚えていただけるといいですよという話を以前からお話をさせていただいております。ただ、その動画をまだご覧になっていないよ、という方は実際いらっしゃるかと思いますので、皆さん、ここは、皆さん、スマホの画面の右下ですかね、このボタンを押していただきますと、リンク先貼っておりますので、もしこの後、お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、その動画でお話をしたのは、ストップの後ろは ING。ですから、クイットも同じでございますので、後ろは ING。ですから、選択肢眺めていただきますと、一瞬だね、というところでいいかと思います。選択肢1番ですね、プレイングが正解ということでございます。ただし皆さん、クイットがですね、やめるという意味で、覚えられませんと、いう方は実際いらっしゃるかと思いますが、皆さん、綴りがですね、似ている、語源が同じなんですけどね、綴りが似ているクワイエットのイメージを持っていただけるといいかと思います。だからクワイエットは静かなんですよね。で、当たり前っちゃ当たり前ですが、こうやって動いてるとですね、音が出ます。で、静かということは、こう、動きをこう止めてる感じですよね。ですから、そういうふうに皆さんイメージしていただきますと、静か、静かという、動きを止めてるんだね、というふうに感じで、捉えていただけると嬉しいかと思います。いきますね。で、もちろん、これを知らない方は実際いらっしゃるかと思いますので、できればそういう方は、ノートを取っていただいて、で、ノートを取ったら、いつも通り赤シートですね。赤シートで隠して、スラスラ言えるというところは皆さん、いつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では皆さん、次回1474番続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。